1949年式、カイザー・バージニアン、カイザーイコール・フレイザー・コーポレーションは、社名を変えながら、1945年から1970年まで、自動車を製造した、米国の自動車会社。ミシガン州、ウィローランに1953年まで、その後は、オハイオ州トレドに本社を置いた。ヘンリー・ J. カイザー第一次世界大戦から第二次世界大戦にかけて、 カイザー・インダストリーズをはじめとする企業軍を引き入りバティ船の建造でアメリカ近代造船の父の名を欲しいままにしていたヘンリー・ J ・カイザーとかつてクライスラーに席を置き自動車会社グラハム・ペイジ・コーポレーションの社長を務めていたジョゼフ・ W ・フレーザーが手を組んで1945年にカイザーイコール・フレーザー・コーポレーションとして設立した 第二次世界大戦中に造船業界で成功を収めたカイザーが終戦に伴い有給化した組用航空機工場の民主転換を図るとともに戦後の公共で需要が見込める自動車製造業への本格進出を目指した一方で自動車製造のノウハウを持っていたフレーザーも業界での再起を目指し資金面の豊富なスポンサーを必要としたことで両者の利害が一。新会社は カイザー社の出資を仰ぐとともに、グラハムペイジ社の資産も包含した。すでに、いわゆる、ビッグスリーに牛耳られるようになっていた、アメリカ合衆国の自動車業界において、独立した、国内資本による、大規模な量産自動車メーカーを新たに発足させた、ほぼ最後の例と言えるが、結果的には挫折することになった。創業者の名前を冠した、カイザー及び、 フレーザーという2社の生産から始まった。また、カイザーイコールフレーザーでは、ヘンリー・カイザーの名前に由来する小型車ヘンリー・ J も製造した。ヘンリー・ J は、シアーズ・ローバックで、オールステートのブランド名で、カタログ販売された。しかし、1950年代中期に至るまでの、乗用車生産はほとんど不振に終わった。1952年に、カイザー・モーターズに、 社名変更。1953年、ウィリス王を買収し、ウィリスモーターズインコーポレーテッドと名称を変更し、参加企業とする。1955年、乗用車事業から撤退。1963年、会社名を、カイザーイコールジープコーポレーションに変更。1970年、カイザーインダストリーズは、カイザーイコールジープを、 アメリカンモーターズコーポレーションに売却し、自動車事業から完全撤退する。1948年式カイザー。1946年時点では、先進的だったが、フラットな側面には、サイドモールディングもなく、平板さは免れなかった1945年7月25日に、設立され、1946年、ニューヨーク市のウォルドルフ・アストリアホテルで、 カイザーとフレーザーという創立者の名を冠したプロトタイプ2社を公開した。プロトタイプのカイザーは先進的な前輪駆動の設計を取り入れたと発表され、一方フレーザーは高級仕様の従来型後輪駆動となっていた。スタイリングはハワード・ダーリンによる先進的なフルワイズボディであった。しかし開発期間及び製造に要するコストの問題から、 全輪駆動方式は生産モデルには採用されなかった。新しの好きのヘンリー・カイザーは別として、フレイザーら多くの人々は、全然、高度の全輪駆動車に駆動系のトラブルが多発していた歴史を知っており、これを支持していなかったこともある。また、モノコック構造や、トーションバーサスペンションなどを導入した、全輪駆動試作車も、操縦が重くしみ、が発生し、 コスト高ということで、生産断念せざるを得なかった。結局、1947年式として発表された、カイザー車及び、フレーザー車は、ボディとエンジンが共通のバッジエンジニアリング車となった。それでも、前後フェンダーをボンネット及び、トランクと完全に一体化し、車体側面を平滑に連続させた幅広の、 新型デザインを持つカイザーとフレーザーが市場に投入された時点でビッグ3は未だに古い戦前モデルを継続生産しており2種の兄弟車は市場から注目される存在となったその工業デザインとしてのアプローチによるスタイリングはイギリスのシンガーやドイツのボルクバルト米国内の独立系メーカーであるハドソンやナッシュの戦後型モデルにも影響を与えたとされる 1950年までボディとエンジンは共有され続け、外装の一部と内装が異なるのみであった。もっとも、ビッグスリー及びその他の戦前からの主要メーカーは、戦後型のニューモデルの開発を進めており、1948年から1949年にかけて、カイザーやフレーザーと同様のフルワイズ、フラッシュサイドボディの新型モデルが一気に市場に出回ると、 カイザーイコールフレーザーの優位性は失われた。元よりフラッシュサイドボディとしては初期のデザインであるダーリンデザインのカイザーイコールフレーザー車は1946年ならともかく1950年ともなると競合各社のより技巧を凝らした後発のデザインに比べ平板さは否めなくなっていた。しかもエンジンは生産体制の制約から自社製ではなく エンジンメーカーのコンチネンタル製エンジンを購入して搭載していた。これは1950年代までカイザーイコールフレーザー系の乗用車すべてに共通しており自社でエンジンを開発できないことは性能向上の足かせとなり競争力をそいだ。カイザーの旧式なコンチネンタル製サイドバルブ六気筒3.7リットルエンジンでは競合各社の中級車が搭載する V 型8。 人エンジンに立ち打ちできなかったのである。ジョゼフ・フレイザーは第二次世界大戦前のグラハム・ペイジ・コーポレーションでの経験によって現実を直視した経営方針を取ろうとしたが元が造船業者であって自動車産業への知見の乏しいヘンリー・カイザーは向こう見ずに困難に立ち向かおうとした。1949年に至ってカイザーイコールフレイザー製品の販売が落ち込んだにも かかわらず、カイザーはより多くの生産を支持し、その結果、1950年半ばには、在庫過剰に陥った。当然の帰結だったが、長尻合わせのため1949年生産分を1950年生扱いに、して、在庫処分する羽目になった。1951年式カイザー。フロントウィンドシールド上演の局面など、ルーフ周りの局面対応が、 特徴1950年発表の1951年型カイザーは、ようやく低く、スマートな新型にモデルチェンジしたが、1951年、ヘンリー・カイザーとの激論の末に、ジョゼフ・フレーザーは、車を離れ、会社は1952年に、カイザー・モーターズへと、社名変更した。フレーザーの名前を冠した車は1万台足らずの、生産で終了した。 またこのような状況で、サブモデルとして、低コスト小型車のヘンリー J も開発されたが、商品企画において、緻密さを欠いた製品であり、シアーズローバックの通販向けを e m 版、オールステートともども商業的失敗に終わった。1951年型カイザーは一定の売り上げは、見せたものの、ほどなく失速する。ビッグ3並みの年次モデル変更も実施されたが、 パワーユニットは相変わらず、全時代的なコンチネンタルのサイドバルブク気筒をチューンして使っており、1954年モデルでは、この旧式エンジンに機械式スーパーチャージャーを装着して、出力 140HP を交渉する苦しい延命策まで持ち、また年次変更で手を入れたスタイリングのディテールが、大手ゼネラルモーターズのビュイックもどきになるなど、開発力の行き詰まりが露呈していた。 当時の中級車でオプションとして普及しつつあった自動変速機も到底自社開発できる状態でなく GM が社外販売を開始した4速自動変速機ユニットハイドラマチックを購入して搭載した1950年代初期エンジン性能の低さに苦しんだ挙句エンジンまでも当時 GM がオールズモビルの看板モデル98の強力な パワーユニットとして誇示していたロケットオフ V 型8気筒を購入する交渉まで行われたというが、さすがの GM もそこまで応用ではなく V8 エンジン入手は実現しなかった。1953年式カイザーダリンスポーツカーの 3D 画像。ボディデザインはダッチダリンとビルトリット。1953年式カイザーダリンの 3D 画像。ドアが フロントフェンダー内にスライドインすることに注目。1954年式カイザー・ダリン、シボレー・コルベットを競合車に想定して制作された1954年式、カイザー・ダリン1953年、カイザーは、ウィリス社やジープのメーカー、ウィリス王を6338万1175ベードルで買収し、参加に組み入れた。1954年にウィリス王の社名を、 ウィリスモーターズインコーポレーテッドと変更し、カイザーとウィリスの生産を統合した。この決断により1955年には、カイザー計画者に比べれば、まだ顕著であったウィリス系小型乗用車も含め、不採算だった乗用車事業から撤退する。こうして、カイザーの主力商品は、当時のアメリカ市場に実質的な競合車種がなく、軍用やハードユース、さらには、 レジャー用として大きな需要の見込めるジープへと移行した。1956年にはウィリスモーターズはジープ系のユーティリティビークルのみを生産。多くは輸出されかなりの利益をもたらした。1963年に会社名をカイザーイコールジープコーポレーションに変更。1969年にはカイザーインダストリーズは自動車産業から撤退することを決断。 1970年、カイザーイコールジープコーポレーションは、アメリカンモーターズコーポレーションに売却され、AMC はジープ生産を継続した。売却時点で、カイザーは、AMC の株式の22%を取得したが、後に手放している。カイザーイコールジープの資産には、1964年に、スチュード・ベーカーが自動車産業から撤退した際に、カイザーが購入した。 ゼネラルプロダクション部門も含まれていた。AMC がルノー参加となった後の1982年、国防上の理由から軍事部門は AM ゼネラル社として分離独立した。AM ゼネラルは2008年現在も創業を続けており、ハマー H1 の製造メーカーとして一般的に知名度を維持している。1987年、 AMC はクライスラーに3.6億米ドルで売却された。クライスラーは AMC の乗用車ではなくジープに魅力を感じていた。クライスラーは自社での一からの開発を行ってジープ同様の評価を得るには10億米ドル以上のコストがかかると見積もっていた。カイザーイコールフレーザーの生産はミシガン州ミローランを拠点としていた。ミローランはヘンリー・フォードに B24 リベレーター爆撃機を生産委託するため、米国政府が第二次世界大戦直前に建造した当時、世界最大の建物であった。戦争が終了し、フォードは施設の継続使用をしなかったため、戦時資産管理事務局が施設のリース、または買い上げ先を求めており、そのための有利な5年リースも設定され、カイザーイコールフレーザーはこれに応じた。 当時のカイザーイコールフレーザーはそれ以外にも、ミシガン州ジェファーソン、カリフォルニア州、ロングビーチ、オレゴン州ポートランド、カナダオンタリオ州、リーサイド、イスラエルハイファ、日本、川崎、メキシコシティ、オランダロッテルダムに生産施設を所有していた。1953年のウィリス王の買収により、米国での生産はオハイオ州トレドに集中させた。ウィローランの施設は、 オリシモゼネラルモーターズがミシガン州リボニアの油圧機器工場の火災にあい、ハイドラマチック自動変速機の生産設備が全滅して、早急な復興プランを求めていたため、自社でもハイドラマチックの提供を受けていたカイザーがウィローラン工場を対応。GM は9週間の特管工事で生産設備を整えて変速機製造を再開し、後ウィローラン工場は、 正式にカイザーから買収された。カイザーとウィリスの生産は1955年モデル、途中で中止されたが、オハイオ州トレドでのウィリスジープの生産は継続された。カイザーはアルゼンチンでの自動車生産をインドストリアス、カイゼルアルヘンティーナで、また、ブラジルでの生産をウィリスとブラジルで継続、1960年代に、米国で使用した金型などを流用した。 1951年、アルゼンチンは米国にサンマルティン巡賞を向かわせ、アルゼンチンでの自動車生産を打診した。1954年、カイザーは唯一これを重諾した。他社はいずれも投資に対して市場が小さすぎるとして、受け負わなかった。1955年1月19日、カイザーとアルゼンチン政府はアルゼンチンでのカイザーの 乗用車及びトラック生産に関して合意した。2月には、カイザー・オータモトロスという名称の持ち株会社を、カイザー・インダストリーズの100%子会社として、設立。参加に実際に製造販売を行うインデストリアス、カイゼル・アルヘンティーナを置き、その一部の株を、カイザー・オータモトロスが、その他を、アルゼンチン政府の自動車会社イアメイやその他の投資家が保有した。8月、 カイザーは完成車線21台、生産設備、スペアパーツ類の米国からの輸入が認められた。1955年3月に新工場が創業を開始し、1956年4月27日にはアルゼンチン製ジープがラインオフした。アルゼンチン工場はコルドバ州サンタ、イザベル市に建造され、カイザーマンハッタンがカイザーカラベラと名前を変えて製造された。 カラベラとは、スペインホブネの型であるキャラベル船のことである。米国での合成比較と、ファブリックでのインテリアは、より頑丈な革張りに変更されている。スピードメーターは、キロメートル、H 表示に変更され、水温計、油温計、燃料計の表示もスペイン語とされ、サスペンションは整地されていない。アルゼンチンの道路に合わせて強化されていた。一方ダッシュボード上のベンチレーター、 ヒーター、ヘッドライト、ワイパースイッチは英語のままだった。サービス業務の提供の難しさからオートマチックトランスミッションは装備されていない。生産は1958年7月25日から開始され、その年中に2158台を生産した。以下では、コルドバ工場でジープも生産され、1958年だけで2454台が、 組み立てされている。カラベラとジープの生産総数は22,612となり、1958年にアルゼンチンで生産された自動車の81%を占めていた。競合は国が経営する自動車会社が生産するユーティリティ仕様の車のみであった。多くの人が以下のサンタイザベルという港や輸送拠点から遠く離れた場所での自動車生産を 疑問に思ったが、この地となった、主たる理由は、サンマルティン将軍の故郷であるということだった。彼は、時の大統領フアンペロンに親しく、また影響力を持っていたのである。1962年に、グランコチアルヘンティーノと呼ばれたカラベラは1万5000台を持って生産終了となった。カラベラは、医者、銀行家などのアルゼンチンの名士たちに、 上品な移動手段として愛用された。カラベラには1960年から1962年にかけて競合車種が現れている。まず、アルファロメオ1900セダンがあり、これは 2500cc の6気筒エンジンを搭載し、ベルガンティンと名付けられた。この名も、スペインホブネの型の一つである。また、アルゼンチン製のルノードーフィンもあり、これは、イカドーフィンという名前だった。 1962年には AMC からランブラーがライセンス生産され、それまでのすべてを置き換えることになった。最後の AMC モデルは国際レースで活躍していたトリノだった。1968年、カイザーはイカオルノーに事実上売却、社名はイカルノーとなった。イガラシ・ヒラミチ、写真が語る自動車の戦後、P118。イガラシ前継所。 P119 伊賀ら自然継所 P121 ありがとうございます。